えた時にもうどうにでもなれっていう状況だったら別に頑張っちゃってもいいんじゃないかっていう。で、ここにいる9人はポジティブの方に触れる何かを持ってるんですよね、はい、で、このインタビューしてて僕が感じたのはそれすげえわかるんですよ。なんか追い込まれた時に正文が言ってた、この三橋さんが言ってたもうどうにでもなれっていう状況だったら別に頑張っちゃってもいいんじゃないかっていう、全くその通りで、もう本当に追い込まれた時ってああもう分かった、このまま死ぬまで一生この苦しみを耐え抜いて死んだら神様防音してるからなみたいな、なんかうわーってなんか力が湧いてくる時があるんですよね。で、このインタビュー答えてくれた方、やっぱり落ち込んだ時にこうギリギリまで来た時になぜかこうポジティブの方に行動を触れてる、その原因はちょっと正直分かんなかったんですよね。そのポジティブに触れる人のあれ原因って何なんですかね。それね、私もよくは分からないんですけど、ただそうなった人がみんな結果そうだなと思うのは失敗したりとか、なんかこうできなかったりとか、責めない人たちなんですよ。責めない、自分を、自分もだから自分のこともあんまり責めないのかもしれない。私例えばなんか失敗したりとかしてもそこをすごいつついていく、なんていうか失敗しただろうみたいな感じで攻めてこない。人の間違いとか失敗にすごい寛容だなっていう。なるほど、それ人の失敗にも寛容ってことですね。人の失敗にも寛容です。多分だから、なんていうんだろう、チャレンジする人多いじゃないですか、はい、何度もチャレンジしていくって、で、失敗してもまたやり直せばいいやっていうような感覚を結構持ってる人はポジティブ。